皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は日記の動画です。先日新聞を見ていてちょっと気になるものを見つけたので、ここで紹介したいと思います。それは動画で勉強法を教えてくれるサイト、このことが書いてあったんですね。そういうものねいっぱいあるよって言われちゃいそうなんですけれど、ちょっと違っていました。それは静岡県内の私学の現役の先生で、実際に学校で教えている先生、これ新聞ではスーパーティーチャーなんて書いてあったんですけれど、その先生が動画で勉強方法について教えているサイトでした。名前はドーマスというサイトです。おそらく新聞社がやっているサイトだと思います。この動画の対象は高校生と中学生で、動画の本数どちらかというと高校生向けのものが多かったんですね。でこのサイトで勉強したいけど勉強どうしたらいいかわからない、苦手どうやって克服したらいいかわからない、こういう人は自分に合った勉強法、ね、克服の仕方、これがこのサイトでわかるかもしれません。動画は科目ごとにカテゴリーに分かれています。そしてそれぞれの科目の基本的な部分、それからつまずきやすいポイントなんかを説明してくれているので、苦手を克服するためのヒント、これが隠れています。詰まっていると言った方がいいかもしれませんよね。ただ勉強、科目ごとの勉強だけじゃなくて、勉強を一つのものと捉えてどんな風な気持ちで勉強すればいいかというのもありました、ね、科目別以外のものでテストで点を取れない、これは点を取るための勉強方法をしていないからだよと、ね、テストってのはね競技なんだよと、競技だから競技に勝つための勉強法、これをしなくちゃいい点なんか取れないよなんてお話をしている先生がいました。他にもねいろいろ紹介するとあるんですけれど、長くなっちゃうんだよ。つまりいろんな勉強法が載っているサイト、それはドマスなんですね。で動画を見ていて、以前こうお会いしたことのある先生も動画にね出ていて、ちょっとびっくりしました。静岡県内の私学の先生方のこれサイトなんですけれど、もちろんね県外ね静岡県以外の方も勉強のヒントいっぱい詰まっているので、ぜひ検索してみてください。今日は新聞で見つけた勉強の方法、勉強法を教えてくれるサイトドガスについて紹介しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。